渡すための橋梁である。もっぱら鉄道を渡すための橋梁を、鉄道橋と呼ぶ。似た言葉に、鉄橋があるが、鉄道橋を指す場合と、鉄でできた橋を指す場合がある。最近の鉄道橋は、プレストレストコンクリート橋が多いため、鉄道橋の意味で、鉄橋はあまり用いられない。付け替え工事中のベトナム統一鉄道の、鉄道橋道路橋と対比して、鉄道橋には、 以下の性能が求められる。なおかつては曲がった鉄道橋を作ることが困難だったため、鉄道橋は河川に対し直角、直線で作り、その前後の線路をカーブさせる建設方法が取られた。戦前など古い時代に作られた路線が中規模以上の鉄道橋の前後で不必要に大きなカーブを描いているのはこのためである。鉄道橋はその用途により呼び名が異なる。 以下は JR などで一般的に用いられている故障である。なお鉄道と自動車の両方を通す橋のことを鉄道道路併用橋と称する。道路橋では、主下の上に昇板を設け、路面を確保することが原則であるが、鉄道橋の場合は線路、すなわち2本のレールがあればよい。そこで枕木を主下に直結し、昇板や道床を設けない橋梁があり、 これを無動症恐竜と呼ぶ。無動症恐竜は、動症や昇板がないことから軽量化することができる、ため、番桁やトラスなどの鋼桁に多く用いられてきた。一方、欠点としては、レールからの振動が枕木を介して直接高桁に伝わるため、騒音や振動が大きいこと、動症により負荷が分散されることがないため、荷重が限られた部分に集中することが挙げられる。 近年は、このようなことから、無動症橋梁の採用事例が少なくなっている。歴史的公共、T5 から134八津山湖泉線,線路橋土木、学会戦勝土木遺産山形県、HPJR 宛田沢線最上川橋梁。ありがとうございます。